その日は3月3日、ひな祭りでした。私は仕事から帰り、毎日そうだったんですが、妻と9の1つ上にいます、当時5歳の兄と、それと9と4人で、買い物に出かけて、それが毎日の日課になってました。しかしその日は3月3日でしたので、やっと生まれた女の子に、ひな祭りですので、何か一つでも、買ってあげられないかなと、お菓子でもいいからと思い、娘を連れていつものようにスーパーへ出かけました。娘と息子は必ずスーパーの入り口の左側にある本屋さんに行って、二人で本を読んでました。すごく兄弟仲良く本を見る姿を私も妻も毎日のように見てまして、それがうちの日常でした。しかしその日は初めてだったですけど、娘が袋詰めをしている私のところへ駆け寄ってきまして、トイレに行きたいと。しかし3歳半ですので、当然一人でトイレをできるはずがないと思ってましたので、ちょっと待ちなさいと、パパも一緒に行くからと。しかし娘は今行きたいと、どうしてもパパ今行きたいというので、まあトイレは私が袋詰めをしているところから、入り口まで姿を確認することができる場所でしたので、まあ軽く、じゃあ先に行ってていいよということで、娘を一人先にトイレへ行かせました。一瞬でした。袋に買い物したものを入れて、袋をテープで留める瞬間、その一瞬だけ娘を見てませんでした。その後娘はいなくなりました。袋詰めをしてその足で、ちょっと遅れて三男と来た妻と一緒にトイレの方へ向かいました。私は男性ですので、当然男性のトイレしか確認することはできません。トイレから娘が帰ってきた姿も見てませんでしたので、必ずトイレにいると思って普通にトイレへ向かいました。一応男性トイレを確認しに行き、娘の名前を何度も呼んで、しかし返事は返ってきませんでした。そして妻に女性のトイレをお願いと、普通に手を引いて一緒に出てくるものだと思ってました。しかしトイレから出てきたのは妻一人でした。ここちゃんいないよ。私はそんなはずはないと、袋詰めをしてそのままこっちに向かったから、すれ違ってもいないのにトイレ以外には絶対行ってないと、何度も何度も同じ場所を、そして見てないところをと思いながら何度もトイレを探しました。声も何度もかけました。しかし姿も返事もありませんでした。そして30分ぐらい経ってからだったと思います、自分たちが探し出して警察に110番を入れました。おかしいと思ったので、そして所轄の警察の方から捜査員の方が15名ぐらいだったと思います、スーパーへ駆けつけられて
それから警察の方での捜査が始まりました。当然すぐに見つかるものだと思っていました。一緒に探せるものだとそこで思っていました。しかし私と妻は自宅待機したくなかったです。一人どこにいるかわからない娘を置き去りにして家に帰るのは嫌ですと。ただ当時は身代金目的と犯行であるということで、熊本県警ではなく、これはもう警察の一番上の組織である警察庁、東京にある、そこから指示が来てまして、お父さんとお母さんを自宅で待機させてくださいと。なぜかと、犯人からの連絡を待ってもらうように。なので自宅に帰ると携帯電話と固定電話に逆探知装置が取り付けられました。それと捜査員の方が 5,6 名ずっと一緒に自宅を待機されました。しかし何時間経っても何の連絡も電話もかかってきませんでした。その間何もしなかったわけじゃありません。何度も捜査員の方にお願いします、娘を探しに行かせてください、何度もお願いしました。しかし認められませんでした。軟禁状態で朝まで過ごしました。12時を回った時、少し弱気になり、もしかしたら命がと考えました。でも必死に隣で娘の帰りを祈っている妻の姿を見て、そんなことは思っちゃいけないと思い、朝が来るのを必死に我慢して、そしてずっと神様にお願いですと、命だけは助けてくださいと。そしてもう一つ贅沢を言えるなら、できるだけ暖かい場所で娘を過ごさせてくださいと。3月3日はすごく寒い日でした。凍えて死んでしまうと思いましたので、それだけもう神様に頼むしかなかったのでお願いしました。そして長い長い夜が明けました。朝になると少しほっとしました。なぜかと言いますと、明るくなりましたので捜査の範囲も広がるし、暗いとこも見えるようになるし、必ず短時間で見つかると、そう思ったからです。そしてようやくうちに待機していた刑事さんから、お父さんお話がありますと、見つかったと思いました。はじめに言われた言葉は、今から娘さんを病院へ搬送しますと。よかったと、怪我はしてるんだな、でも命は助かったと思いました。ありがとうございますと頭を深々と下げてお礼をしたのは覚えています。しかしそれからまた5分ぐらいして、お父さんもう一度いいですかと、何の話だろうと思い、また刑事さんのところに行きました。すると次は警察署へお願いしますと。なぜ警察署なんだろうと、それしか言われませんでした。そして3回目です。
また何分か経って呼ばれました。しかし分かってました、表情で。何かあったんだなと。3回目は私を刑事さんも見ることができませんでしたので、下を向いたまんま、すみませんと、申し訳ございませんという言葉をかけてこられました。なんでですかと、警察署へお願いしますと、その言葉だけでした。そして部屋のインターホンが鳴り、何も知らずに私はドアを開けてしまいました。すごい光景でした。知らない人が玄関の前に何十人も詰め寄ってました。たくさんのカメラとたくさんのマイク、それがあったのは覚えてます。フラッシュがいっぱい焚かれたのも覚えています。当時住んでいた自宅は田園地帯ですので、日頃はほとんど車通りもなく静かなところでした。しかし気が動転していた私たちはそれにも気づいていませんでした。玄関を開けて部屋に入ると、なんか騒がしいなと思いました。そうです、うちは家の周りとそして近所まで全部報道陣の方で埋め尽くされてました。空にはヘリコプターが飛んでました。ニュースで見る映像です。それがうちになってました。簡単に言うと見せ物でした。しかし分からない私たちはそのまんま警察車両に乗り込みました。格好は今分かってるんですけど、当時はなんでそういう格好をしたのかよく分からないまま車に乗りましたけど、警察官のジャンパーを着て妻と二人車両に乗り込みました。それは県警の計らいだったと思います。わからないように私たちが親であるというのは。そして熊本の中心街にある警察署へ私たち2人は車に乗り娘を迎えに行きました。警察署の地下へ入ると車両のドアがスライドして開きました。そこに知らない男性が一人立っておられて、全くさっきと一緒でした。第一声が申し訳ございませんでしたと深々と頭を下げられて、しかしそこでも何の説明もありませんでした。そのままこちらへどうぞと、扉の前へ連れて行かれました。冷たい鉄のドアでした。そしてドアが開きました。目の前には小さな机の上に緑色のシートをかぶった何らかの物体が私の目に入ってきました。そしてその前へ案内されて現実を知りました。ご遺体の確認をお願いします。聞こえませんでした、はじめは。しかし何回言われたか覚えていませんが、ご遺体と聞こえました。なぜ
自分が遺体を見るんだと思いました。それからシートの角はめくられました。そこにいたのは娘でした。目をつむって眠ったように横たわっている娘でした。やっと会えました。しかし触ることも抱きしめることもできませんでした。その後もう一つ辛い言葉が、これで亡くなったんだと確信しました。娘さんを司法解剖に行ってもらいますと、死んでるんだなと。それから記憶はありません。気づけば自宅にいました。妻と二人、真っ暗な自宅に帰ってました。しかし信じたくないと思って、娘がいつも寝ている場所を何度も見に行きました。しかしやっぱりいませんでした。これが現実なのかと。そして家族で初めて会話をする時間が来ました。というより一言です。妻と3人の息子を集めて一言だけ私が話しました。いいねと、これだけです。意味は死ぬことです。家族全員で娘のとこ、妹のとこへ行くのが自分たちの残された道だと思っていました。だから子供たちも即答でうなずいてくれました。覚悟は決まってました。当時長男が中学1年、次男が小学校2年、そして三男が5歳でした。その年齢で3人の息子は死を覚悟しました。というより責任を取らなきゃと思っていたと思います。それが殺人事件にあった家族の姿です。それぞれが今も自分を責めています。これは一生消えることはないと思います。当然私も一番悪いのは自分だと思っていますので、犯人に娘を渡したのは私だと。これは知らない方からのメッセージでも言われました。知らないうちに携帯電話を見てしまい、 SNS の書き込みを見ました。お前みたいな、お前たちみたいな親がいるから子供は死ぬんだ、無責任もいいとこだ、なんで生きてるんだと、早く死ね、そういうメッセージもたくさんいただきました。しかし当然だと思っていましたので、言われなくても分かってたことなので、納得するだけしか私にはありませんでした。しかし死ぬことができませんでした。これは死なせてもらえなかったと当時は思っていました。
娘を亡くして、自分の進むべき道、そして子供たちのこと、すべてが全部破壊されてましたので、どうやって生きてるのか、何年かしてようやく分かりました。助けてくれた人がいたからです。しかしだからといって今晴れ晴れしているかと、そういうことは生きている間ないと思います。なぜなら娘はもういないからです。どんなにお願いしても帰ってこないからです。無責任な親と書かれていた通り、あの日トイレにもついていけなかった。ついていっていれば娘は今も生きてたんです。でも自分が一瞬目を離したばかりに、一人でやったばかりに娘はいなくなりました。その間探してやる間もチャンスはありました。助けるチャンスは一箇所あったんです。私がノックをした場所は多目的トイレです。ずっと使用中のマークになっていました。私は事件当時から勤めている職場、これは障害者の支援施設です。なので体の不自由な方が使用されているんだと思い、普通に初めは通り過ぎました。しかし何度か行っている間に長いなと思ったのでノックをしました。それは娘がいるからとじゃなくて、もしかしたら困ってらっしゃるんじゃないかと思ってノックをした。そして返事が返ってきました。男性の声です。使用していますと。それが犯人でした。ドアをノックしたんです。犯人とも会話をしたんです。でも助けれませんでした。自分のミスです。あそこで中にいれば娘は助かってたかもと。しかしその場を離れました。娘がいたのに。それが今でも自分を恨んで恨んで離れません。助けていらないって。しかしその他にも苦しんでいる人が周りにはいました。それは残った3人の息子です。当然世の中を私も妻ももう信じてませんでした。だからまず何をやったか、子供を学校に行かせませんでした。なぜかと、また殺されるからです。そう思った私たちは子供たちを家から出しませんでした。そして軟禁状態でずっと家に待機させました。すべてのライフラインは当然断ちました。だから1週間後に大きな地震があっているのも知りませんでした。1週間後なぜか家の周りが静かになりました。そうです、東北の震災です。
知りませんでした。何も情報がないので、昼はカーテンを閉めて何も音を出さないように、当然家族の会話はありませんでしたので、人の声は全然ありませんでした。そして夜は電気をつけると家にいるのが分かるので、一切電気をつけなくして真っ暗な部屋で過ごしました。自分たちが悪いと思っているから、そしてメッセージもいただいてたので、様子が見えるといけないと思って隠れました。子供たちも分かってたので、それに自然に従ってました。しかし何日か、何週間だったと思います、たって長男が、お父さん学校に行かせてと私に訴えてきました。当然ダメです答えました。何度も私にお願いしてきました。根負けして、じゃあ行こうかと。それが亡くなっていた歯車が動き出した瞬間でした。長男がうちの歯車をもう一度回し始めました。しかし今でも思い出ます、一番みんながつらかった瞬間。死んだ時は当然そうですけど、一番きつかったのは火葬場に行って点火スイッチを押す瞬間です。なぜかと、もう姿がなくなるからです。今でもあの瞬間を思い出すとおかしくなります。しかしもう時は戻りません。だから子供たちのためにと思って今必死に我慢して生きてます。あの子たちも歯を食いしばって生きてますので、息子が歯車を回して、それから次男三男も学校保育園に行くようになりました。じゃあなぜそこまで行ったのか、さっき言いました、助けてくれた人がいたと。これは気づいた時、別に知らない人が3人うちの自宅におられました。熊本県警の被害者支援室の方でした。警察官です。何を言ったか覚えていませんけど、おそらく帰ってくださいとは言ったと思います。いてもらっても何にもならないので、と言ったのも少し覚えてます。それでもその日から24時間ずっと交代で私たちの自宅に待機されてました。それです。だから生きてるんです。死ねなかったと言いました。そうなんです。その人たちが命をつないでくれました。そしてそれからまた3名、今度は来られたのは被害者支援センターの方からでした。6名の方が私たち家族を支えてくれました。というより、どうやって行っていいかもわからない自分たちを引っ張ってくれました。裁判まで1年半かかりました。その間心療内科にも通いました。精神科です。なぜそこに行くのかも初めは嫌で拒みました。何もおかしくないからと。それでも
一回だけ行ってみましょうと連れて行かれて、それから2年間心療内科に通いました。妻は途中もう自分でやると言ったので1年ぐらいで治療はやめたと思います。私は裁判の日も先ほどの映像にありましたように心療内科の先生が横について参加しました。正直に言います、裁判所で何を考えていたか、犯人を殺すことです。自分の命がどうなってもよかったので、あとやれることはやり返すことだと。何も分かっていませんでした。心療内科の先生が言ってくれました。いいよと、犯人命を取れたんだろうと、いいよと、当然だと思いました。しかしその後に先生は付き加えをってくれました。しかしそれをやってしまうとあなたも一緒の殺人犯だよと。全く意味が分かりません。なぜうちの娘の命を取った人の命を取って悪いんだと、それしかなかったです。でもそうなんです、法律はそうだから。敵討ちは今ありません。裁判所で裁判官に裁いてもらうしか方法はありません。だから従いました。無期懲役いただきました。満足はしてません。極刑で欲しかったので。でも検事さんに言われました。裁判のだいぶ前に、お父さんすいません、お母さんすいません、死刑は無理ですと。一人の命では死刑にはなりません。それが最大できることでした。無期懲役何年か分かりません。いつ出てくるのか。そして裁判所で言われた言葉が今も耳にあります。20歳の青年、青年将来がある、罪を償ってまた社会に出てくる、そして社会に貢献する可能性があると、すごいなと思いました。そう言ってもらえるんだと。しかしうちの娘もう将来はありません。納得いきません。なぜ人の命を奪った人が将来があって、死んでいった人は将来がないんだろう。でももう何もこれ以上できることはありません。最高裁まで行きました。それでも無期懲役でした。しかし刑が辛くならなかったのは皆さんのお力があったからと思っています。子供たち3人、今は1人が社会人、1人が大学生、1人が高校生になりました。私たち夫婦のおかげでずっと苦しい思いをしてたと思います。しかし一度も私たちに
辛いとか苦しいとか、妹のことについて泣き叫んだり向かってきたことがありません。おそらく私たちにこれ以上負担をかけないようにと思っていることだと思います。それが気づいたのもすごく経ってからでした。まだ最近のことです。ある被害者の方からその内容を聞き、自分たちの息子も相談だったというのを知りました。それは中学生の時に妹さんを殺害されたお兄ちゃんからでした。長崎県の方です。妹さんは中学校の教室でカッターナイフで刺されて亡くなりました。その方から聞きました。講演の際一緒になった席で私は本当に失礼なことを聞いてしまいました。辛くなかったですかと。しかし今なら答えれますということで答えてくれました。その方はお父さんと妹さんと自分と3人で生活をしていて、そして妹さんが殺人事件に遭いました。お父さんもすごく自分を責めて病院に通いながら息子さんと一緒に生活をしていたそうです。そこでその方が考えたこと、毎日学校に行こうとじゃなくて毎日家を出ようと、笑顔で、そして当然学校へは行ってません。公園や時間を潰せる場所で身を隠して学校が終わるまでどっかで時間を潰して、ある日は行けるようになった時には保健室でずっと時間を過ごして、そして自宅を出るとき帰るとき必ず笑顔でお父さんに会っていたそうです。なぜかと言われました。お父さんが死んじゃったら一人になってしまうと、だからそれが怖いから必死に笑いましたと。そしてお父さんが夜寝てしまった後、一人で押し入れの中に入って布団をかぶって毛布で口を塞いで死ぬほど泣きましたと。それが子供の姿だったんだと。おそらくうちの子もそうだったんだと思いました。また父親として失格だなと。しかしできることは生きるしかないと、そう思うようになっていましたので、どうにか子供たち、妻を、将来をつなげようと思い必死に歩み始めました。それが裁判までの1年半、支援してくれた方と必死に生きた時間、そして全国を回って講演をするようになりました。全国の方に自分の気持ちや娘の話をして、そして応援をたくさんいただきました。しかし初めはそうでもなかったんです。
言われた言葉が一個だけ覚えています。どうせお涙ちょうだいだろ。自分の辛い経験話して人に涙をもらいたいだけなんだろうって言われました。でもそれでもよかったんです。そんなやつですので私は。自分がダメな人間なので何を言われてもいいと、それは今でも思っています。ただ今日もそうですけど、私の気持ちを、家族の気持ちを分かってくださる方々がいらっしゃる。だから前へ進もうと思います。三男が一度だけ妻に言ったことがあります。事件後、私は知りませんでしたけど、一回そういう話になった時に、5歳の時に事件後すぐ判断ができない状況なので、まだ駆け寄ってきて大声で泣いたそうです。僕がココちゃんを守れんかったと。僕が死んでればココちゃんは生きとったと。だから僕が悪いんだって言って泣いたそうです。それが息子が叫んだ心からの言葉だったと思います。3人とも今大きくなったと言いましたけど、楽な人生じゃなかったと思います。長男は必死に忘れたいかわからないけど、部活動に来る日も来る日も遅くまで打ち込みました。次男はすごく明るい子だったんですけど、人とする会話をするのが苦手になりました。三男は一緒です。次男と同じように人と気軽に笑顔で話すことがなくなりました。次男と三男は中学生の時、同じタイミングですけど、なぜか中学校2年生で登校拒否を始めました。さっきの長崎の人と一緒です。朝から自宅は出ます。でも学校に行かないんです。近くの駅のトイレや公園のトイレで一日中、学校が終わる時間までトイレの中に隠れて時間を過ごしてました。なぜか分かりません。私はそれが彼らの心の訴えだと今は思っています。気づいてあげれなかったなと。長男は高校生の時、耳がおかしいと言い出しました。突発性難聴、今も片方の耳は聴力がありません。聞こえないんです。だから聞こえないの方の人からの会話は聞けません。すごく不自由だと思います。ただ三人とも妹のことは大好きだと思います。写真もそれぞれ持ってますし、ずっと思ってるという感じもしますし、だから長男は言いました。聞こえない方の耳、宝物だと。この耳にココちゃんがいると。ココちゃんがここにいるから聞こえないんだ。だから聞こえない耳は宝物なんだと、そう言ってくれました。
そして11年生きました。決して家族だけで生きてきたわけじゃありません。家族だけだったら今この間にいません。もしくは私も刑務所にいたかもしれません。家族の命を取って自分だけ死ねずに。しかし周りの人の力で裁判もしっかり戦いました。そして会社へも復帰しました。少しずつですけど家族は前に住んできました。被害者が生きていく世界、まだまだ厳しいと思います。今でも地元ではあまり喜んで食事はしたくありません。なぜなら子供が死んだのに笑ってご飯食べてるじゃん、言われたくないからです。それは今でも恐怖心としてあります。だから一番初めに家族でというより家族が笑ったのは熊本から遠く離れた県外でした。なぜかと言いますと知らない人ばっかりだったからです。その時やっと子供たちの笑顔が見れました。生きててよかったと思った瞬間でした。ただそこまで超えたのは先ほどから言ってます通り私を支えてくれた、私たち家族を支えてくれた、支援をしてくれた方のお力だと。事件の日から何を言われてもうちの自宅から離れなかった警察官、そして2年間私たちを支えてくれた支援員の皆さん、支援センターの皆さん、そして全国を回って講演をした時頑張ってと言ってくれた、会場に来てくれた皆さん、その支えがあって今生きていることができました。被害者を支えるというのは私でもどうしていいか分かりません。ただ普通が欲しいんです。普通に話してほしい、偏見で見てほしくない。そしてできればそっとしてほしいと。でもそういう10年じゃありませんでした。でも皆さんのおかげで強くなれました。今全国を回って増えている被害者の方のためにも自分が立ち上がり思いを伝えないといけないと。当然被害者がみんな気持ち一緒ではありません。でも被害者になるとどれが正義なのか、どれが正しいことなのか分からなくなります。私もそうでしたので、裁判所でも犯人の横で必死に自分の思いと娘の思いを肉声で伝えましたが、裁判中犯人は終始指遊びで終わりました。自分の膝をぐるぐると指で回して、ああ話は聞いてくれてないなと。そしてそのまま
何も言わず拘置所へ入っていきました。真実も話さないで彼は刑務所へ収監されました。しかしその後の私たちはお分かりの通り、テレビにも報道されましたし、人前に出て生活をしていかなければなりませんでしたので、先ほど言ったように晒し者だという時期もずっと続きました。でも犯人は塀の中で誰から責められることもなく、ずっと作業して真面目に過ごしているふりを私はしていると、そういうふうに思っています。被害者なのに責められる、思った時はありました。私も逃げたいと、誰もいないところに刑務所でいいやと思ったことも何回もありました。事件の日から少し記憶がないんですけど、それも何をしてたかはわからないので思い出せなくて、ただ警察署の遺体安置所でおそらく気を失ってたと思います。妻は奥歯がありません。その時に噛み砕いているみたいで、なので今もどれだけのショックを抱えて今日も横にいるか分かりませんけど、私よりも辛いと私はそう思います。男性にない時間が女性にはあるので、10ヶ月お腹の中で育てた子供、しかもうちは3人、言ったように男の子がいまして、やっと10年目に生まれた女の子でした。4番目にその子が、自分が産んで3年半後、月にすると42ヶ月でこの世を去りました。それは母親にとってどれだけ辛いことかと、今でも私はすごく申し訳ないと思っています。やっと生まれてきてくれた女の子、一生私は自分は責め続けます。これが自分の生きる生き方だと思ってますので。でも犯罪者は作りたくないし、被害者も作りたくないと思っています。20歳の少し犯人のことを話したいと思いますけど、彼もお母さんから生まれました。生まれてすぐ可愛かったと思います。みんな親は子供が可愛くて仕方ありません。どんな出来の悪い子でも大切な命なんです。しかし犯人は殺人犯になりました。20歳で。なぜなのかと。そこは私は犯人ではないので分かりませんが、いろいろ彼の生い立ちにもあると思います。友達が少なかったからとか、そういうのも聞きました。家でゲームばっかりやってたと、そういうことも聞きました。
し、そうなるとそういうふうな生活をしている人が全部悪くなっちゃうので、私は違うと思います。彼は彼の意思で殺人犯になったと思っています。誰のせいでもありません。日常今起きている犯罪もそうだと思います。誰でもよかった。自分が死ぬのに一人が嫌だったか、巻き添えを、勝手な人の気持ちだけです。でもそういう人を私は殺人という体験をして救っちゃいけないと、どうにかして一人でもそういう人を生み出さないように、そして被害者を作らないようにしなければならないと、そう今は思って活動するようになりました。しかし私の力では何もできません。ただ話をすることだけ、これしか私にはできません。法律を変える力も判決を出す力も何もありません。助けてもらうしか生きる道は今でもないと思っています。甘えてばっかりじゃいけないと思いますが、そこは私の力ではどうにもできません。昔の日本は近所のおじちゃんやおばあちゃんがすごく面倒を見てくれました。今はあんまり隣近所を気にしたりしない世の中になっているんじゃないかと思う時もあります。しかし日本人は変わってないと思います。なぜそう思えるか。今中学生や高校生や大学生に私は泣きながら自分の思いを伝えています。よく聞きます、今の若いもんはと。私もその一人でした。娘を殺したのが大学生でしたので。でも子供たちに話して違うと思いました。入場してくるときはふざけながら入ってくる子供たちも、話が始まると一生懸命私の方を向いて微動だにしないように聞いてくれます。私の話を一生懸命聞いてくれます。そして途中泣きながら話を聞いてくれる子もたくさんいます。感想文も必ずもらいます。いいこと書いてます。優しい子ばっかりです。だからやっぱり日本人はいいなと私は今そう思っています。大人が目をそらさず子供たちを真っ向から見てやって育てられないといけないなと、学校の先生にもたくさん講演しました。お願いもしました。でも今でもまだ若い人の殺人犯が増えています。だから一人でもそういう人を出さないようなことをやりたいと。私に残された人生はあと何年か分かりません。50歳を超えました。まだあと20年は頑張れるかなと叫び続けたいと思います。必死に。そしていつの日か娘に会うことができたらと。そして殺人犯やそれに会う被害者がいない日本になればいいなと。人の気持ちはそれぞれ違います。でも生まれた時はみんな優しい人間じゃないのかなと。生まれた瞬間から
悪い人はいないと思います。犯人もそうだったと思います。決して許したわけじゃありません。彼は反省をしませんので、7つ手紙をもらいました。この10年間で、訴えてます。病気だと。裁判の日からずっと同じことを。精神的疾患、病名をアスペルガー症候群と言ってます。これが彼の今でも訴えている言葉です。言いました。僕が病気じゃなかったらココちゃんの命は取りませんでした。だから病気が悪いんです。手紙にずっと書いてます。ここに悪かったとかごめんねっていう言葉は今でもありません。しかし一通目の手紙に彼は真実を書いてました。裁判でも警察署でも検察官の前でも言わなかったことです。私は7つのうちのなぜだか1通目の手紙を読みました。内容は全部覚えてます。その部分だけはですね。彼はこう言いました。裁判の日、私は子供が好きで女の子に触りたかった。だから首を絞めたんじゃないです。触りたかったらと思って手を伸ばしたら滑って首に入っちゃいました。気づいたら死んでました。これが彼の供述です。しかし手紙にはこう書いてありました。本当のこと、真実を話します。私は最初から小学校6年生ぐらいの女の子を殺害するつもりで何日も何時間もいろいろなスーパーを回りました。しかしなかなか捕まりませんでした。するとその日たまたま女の子が一人自分の前を通りました。本当はもっと大きい子が良かったんですけど、仕方なくその子にしました。そしてトイレへ連れ込みました。それから全てを変えてました。トイレに入ってからうちの娘に何をしたか全て変えてました。いたずらはしてませんけど、殺害しました。初めっからそれがやりたかったそうです。人の死んでいく姿を見たかったと。そして頑張りました。娘は小さい体で何十分も生きようと必死に頑張ってました。しかし最後の最後、一息まで犯人は奪いました。それが娘の最後の姿だと手紙に書いてありました。読んだ瞬間、何もかもが
壊れました。しかしその何秒かには、5日には、自分をそう思うようにしました、させました。娘が書いた手紙だと。ここの最後の姿は犯人しか知りませんでしたので、ここが亡くなる姿は彼しか知らなかったので、私は娘が天国から私に渡した手紙だと思いました。パパ、ママ、こんなに頑張ったんだよって、あの手紙を読んで分かりました。人間はそんなに簡単に死にません。そこまでしないと亡くならないんだなと。本当に人間がするできる内容ではありませんでした。でも彼は病気なんです。しかし判決は出た通りです。彼の病気は認められませんでした。精神鑑定絶対に行われます。1年半、これも辛かったです。どうなるのか、もしかしたら無罪になるんじゃと。精神疾患が認められると無罪になります。もしかしたら今も彼は無罪だったら普通に生活をしていたと思います。私も犯人の命を奪おうと思いました。普通じゃないです。でも人を殺せる時間、人を殺す考えを持っている、これは病気じゃないと思います。人を殺したいと思う意思があるからです。だからこれは個人的な意見ですけど、そういう人に精神鑑定はいらないと思います。じゃあ死んだ人はどうすればいいんでしょう。死んだくなかったのに、一人で知らない人に命を取られて亡くなっていった娘はどうしたらいいんでしょう。誰が悪いのか、そう考えさせられます。しかしそれはもう自分の中に閉じ込めます。やるしかない。少しでも多くの人に自分の思いを伝えるしかない。下手な講演を続けますけど、気持ちいっぱいで毎回毎回訴えるしかないと。それを聞いて少しでも娘のことを思ってくださる方がいるなら、将来の日本を考えてくれる人たちがいるなら、私はどんな無様な格好でも人前に出てしっかり伝えなければいけないと、そう思っています。娘が生きてた時間、すごく幸せな時間でした。でも今も私はここにも来ていると思います。私が必死に訴える限り彼女はついてきていると思います。最後に娘を見た姿を思い出すと、そう思えるからです。一番初めに話しました。トイレに行かせてって言ったって。すごい笑顔でした。大きく両手を振ってスキップをしていきました。すごい笑顔を見せてトイレスキップしていきました。これが
娘が生きていた、笑顔を見せてくれた最後の姿でした。どうかこんな命を今後奪わない世界を、日本を作りたいので、お力をお貸しください。被害者がもっと前へ隠れず進める力をお貸しください。被害者支援センター愛媛の パンフレットに書いてある言葉、小さな勇気、きっと誰かの大きな支えというスローガンがあります。この通りだと思います。私たちは少しでいいです。差し伸べて、手を差し伸べていただけることが支えになります。どうかこれから生きていくために支えていただける、応援していただけるお気持ちをよろしくお願いします。42ヶ月の人生でした。清水高校保育園のまだ年少クラスでした。あと4月になればもう一つ上のクラスに、2階のクラスに上がれるところでした。隣にいる妻に最後に1回だけお願いをしたということを聞きました。買い物に行くとき、玄関でぎゅっとしてと言ったそうです。それが最後の娘のお願いでした。本日はこういった貴重なお時間を私にくださいましたこと、そして愛媛で皆さんにお会いしたこと、一生忘れません。そしてどうか愛媛県から全国に犯罪のないように発信をしてください。被害者としてお願いします。本日は最後までご清聴ありがとうございました。